どうもこんにちは、中野淳です。それでは動画を撮りたいと思います。今日はロトセブン抽選日なので、それについて話したいと思います。ロトセブンは3回その数字の確認してんけど、変更が1口目が1個で、2口目が2個、2個違う3個か、変更してんけど、そこはやっぱり不安かな。特に2口目変更が3つもあるから、ちょっと不安な部分はあんねんけど、まあ、とりあえず、この2口で今日勝負したいと思います。まだ抽選まで6時間はあるけど、ロト6に比べて、やっぱりロト7は手応えがあるから、2連続の当選、可能性はあるんちゃうかなって思ってる。まあ難しいねんけど、この数字見た感じだと可能性はあると思うな。二口目はちょっと一桁が多いけど、あと気になるのがやっぱり20台二口とも入れてないから、そこがちょっと気になんねんけど、だから20台出ないことを祈るしかない。20台出たら当選ができないから、だからもう正直、そうやな、20台出ないことを祈る、もうそれしかないかな。まあ出ても1個とかだったらいいけど、3つ以上だともう当選ないから。 この前当選したから、今回2連続で当選したいねんけど、どうやろうな。自信があるのは、3つかな。多分3つぐらいかな、自信があるというか。それぐらいかな。あとの4つは正直可能性があるかな、みたいな感じで埋めたから、正直そこはどうかなっていう感じやけど、でも今まで2連続で当選したことないから、大抵当選した次の回って、その当選できない1つとか2つしか一致できない。多分ゼロはないと思うねん、数字。1個も一致しないっていうことは多分ないと思うねんけど、でも2つ一致は可能性あるかな。これまで2つ一致が多かったから、2つ一致は可能性あるけど、全く一致しないっていうことは多分ないかな。今まで7回、してるけど、1個も一致しないっていう回が1回もなかったから、多分それはないとは思うねんけど、2つ一致は可能性があるんよな。今回はどうなるか。この前が思った以上に一致してたから、今回もその同じように来てくれたらいいけど、でも数字見てたらやっぱりちょっと不安かな。1個2個。そやな、ちょっと不安な部分がある。やっぱり20台が入ってないっていうのと、2口目は1桁多めに入れてるっていうのと、そこは不安かな。でももう、さあな、変更はないかな。正直かなり悩んだけど、2口。でも、ロト6よりは、やっぱりやりがいがある。結果がちょっと出始めてるから、まだやりがいがあるかな。ロト6は本当に今のところ全然成果が出てないから、やりがいっていうのはあんまりないんやけど、ロト7はほんまに、可能性がある。
まくいけば、高額当選可能性あるんちゃうかな。こう、うまくはまればの話やけど、まあ、なくはないと思う。まあ、でも、今回も購入はしてないから、ちょっと複雑やけど、もし高額当選したら嬉しいけど。でも、もし来たら、また来る可能性はかなり高い。まあ、とりあえず、2回連続当選をまず目指すかな。とにかく、やっぱりコンスタントに当選しないと、ロト7は。ロト6とかはもうコンスタントに当選したいねんけど、なかなか難しい。でも、ロト7は、2口で、その継続してやれば、コンスタントに当選できる可能性は僕はあると思ってて、だから、そやな、まずはコンスタントに当選すること、そこを目指して、頑張るかな。今ずっと数字見てんねんけど、どうかな。この数字で当選できるかな。正直、微妙なとこだけど、50%ぐらいやもんな。大体。確率？ニコニコ参考。まあ、全く一致しないっていうことは多分ないから、そこは、安心できんねんけど、問題は2連続で当選できるかどうか。でも当選したらめっちゃ喜ぶやろうな。何等でも多分喜ぶと思う。今まで2連続で当選したことないから。なかなかその2連続で当選する人も少ないんちゃうかな。なんか他の人のその動画見てたら、やっぱり5口購入してる人が多い。5口予想してる人が多くて、僕みたいに2口の予想してる人はあんまりいなかった。今日見てんけど。やっぱりさ、そうかって正直思いながら見てた。そりゃ2口で、なかなか予想せんわなと思って。僕が珍しいんかな。でも、当選は1回は来てるからな。このやり方で、やり続けたいと思います。まあ、3口ぐらいに増やすかもしれへんけど、多分、そうやな、5口。5口は、1頭だけ狙うんだったら5口いくかもしれへんけど、基本は5口はないかな。基本は2口、から3口か、そのあたり。で、もう1頭だけ狙うんだったら5口も、ありえる。まあ、5口するときは、そうやな、ある程度成果出てるときやけど、成果出てないときは、5口は絶対にしない。ある程度当選してるとき、その僕のある程度っていうのは、高額当選、2等か3等か、来たときは、5口、購入する可能性はあるけど、今のところはそうやな、ないかな。そうやな、2等や3等が何回か来たら、その5口購入っていうのは考える。っていうか多分やる。
そこまで来たら1頭の可能性がかなり高くなるから、やると思うけど、今のところはまだ最高でも5個やから一致数が、まだちょっと遠い。まあ、とりあえず、この数字で今日勝負したいと思います。何個一致できるかわからんけど、あと、その後、多分、ロトセブンの予想もできたらしたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。